入りが10時、そうそう入りが10時、いろんな人と喋って、いや全員と喋ったんじゃない、多分全員と喋ったと思うよ。いてくれはった、あのイベントに参加してくれはった人、あ俺もドンさんと会ったの、ほんまにでも嬉しかったな。ドンピシャさんね、あの三人称のドンピシャさんね、ほんまに嬉しかったな。初めてで、初めましてって、初めましてとは思えないっていうね感じやったもんね。俺より1個か2個上やねんな、年齢な、1個か2個上やねんけど、ドンさんは良かったな。ドンさんほんでメイクすんねや思って、ドンさんメイクしてたやん、俺がなや初めてドンさんと会った時、メイクしてんねや思って、メイクするんすねって言って、うん、なんかしてくれるって言ったから、なんか流れでやろうかなと思ってって言ってやってたわ。うん、初めてとしては思えへんやろ。のり巻き氏は、よかったのな、いつも通りやった。うん、なんか、GTA の配信お疲れ様でしたみたいな話してた、一緒に。あ、お疲れ様やったね、みたいな話をしてたな。あと、初めて会ったで言うと、大田さん。大田さんが最後会ってくれてんやんか、喫煙所で行って会ってんやんか。ほんで、大田さん、あ、大田さんお疲れ様でしたって言って。どう、あ、お疲れ様でした、みたいな話して。で、大田さんってなんかバーって話してて、大田さんこんなんでやってるのそうですよねって、ここで一回なんか実況させてもらって、あ、そうですか、みたいな話してたら、大田さん、おいくつなんですかみたいな話になってん、結局。俺の方が上やと思っててんやんか。だから、あ、え、ワイワイさんとおいくつなんですかってなったわけ。で、俺は、あ、僕ね、でも早生まれなんで、あんまりちょっと、年代っていうんかな、その学年で言うとちょっとよくわからないんですけど、今35歳、多分36の年です。と、同級生ですって言うて。で、大田さんが、あー、そっか、じゃあ、同い年かなって言われて、僕も早生まれなんですよって言わはってん。あ、そうなんですか、僕ね、そうなんですよ。3月28日生まれで、って言わはってんやん。え、うそやんって。僕3月27なんですよって。1日違いじゃないですかみたいな。あ、マジで、マジじゃ、あ、本当ですかみたいな。ワイワイさん、1日違いなんですねって。え、っていうことは何？え、同い年で1日違いってすごい偶然が出てきたねって言うてはんねんけど、俺1年年下やねやんか。めちゃめちゃ盛り上がってもうと、ほんま申し訳ないねんけど。俺な、1年年下やねん、だからそのちゃうんよ、そのごめんねんけど、そのあそこはちゃうんよ。で、いや、そう言われて、ああ、そうか、え、じゃあ何、え、どういうこと、え、そうか、マジか、なんだ、そこにのりあげが来たわけ、鈴木のりあげがそこ来たわけ。え、何ですか、何の話してんですかって言って、喫煙所に。だから、いやね、それがどうやらワイワイさんと誕生日が1日違いでニアピンなんだよみたいなことを言って、ほんで、おお、そうやねん、そうやねん、のり巻きどう思うみたいな話をして、え、ってことは何ですか、え、あの、うさぎ年ですかって言われて、あ、そうですって言って、立つ年やけど、あ、そうです、そうです、え、何年生まれって言われて、もしかして80、だから87年生まれってことになる、あ、そうです、そうです、そうですって言って、嘘やけど、88年やけど俺、そう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 、いまだに大田さん思ってるんだ。いや、大田さん普通に家持って帰ってるからね。俺と誕生日一日しがいやって言って、多分家持って帰ってるからね。俺だからこれから先、大田さんの前で一切年取ることになるからね。そうそう。いや、もうこれ、こんなに、なんやろ。こんなにボルテージが上がってるこの状態でな、さすがに、あれかなと思って。いや、違いますよっていうのもどうかと思ってな。で、あ、そう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 って言った。そのまま帰っていかはった。闇江さん、闇江さんどうやったんっていうか、闇江さんの服どうないなってんねん、あれ。びっくりしたわ、お前。今からジム行くんか思ったもん。お前どうしてん、その服って言うたもん、最初。一発目。あ、おはようございますって言って来た時に、お前その服どうしてんって言うたもん、まず。ほんまにほんま、本気で言うたもん。まず、思わず言うてもうた。その、どんなにファッションに今まで従事してきた人やとしても、なあ、その服って言って。どないしてんみたいな。なんかあんの、なんかあったん、逆に、みたいな。なんか言ってったんみたいな。服の特徴がほんまにすごい。パリコレやろ。そう、ストリートファイターが丈が足りてへん、わざとな。わざと丈が足りてへんようなアウターと、もうまピチピチの T シャツみたいな。すごいよな。俺の服可愛かったやろ。俺の服あれね、上上下セットなんですよ。ほんで後ろ向いたら背中に一応、中のど真ん中に、
そのブランドのなんかアイコンみたいなのが入ってんねんけど、あれを背中にシールついてるでっていうのやめて俺別に騙されてアホみたいなのを背中にセロテープで書かれて貼ってるんじゃなくて、あれああいうそのブランドのロゴがここに入ってるから、決してあれそうやねん。下手したら友達から LINE まで来てたからね、お前そいつ背中にシールついてんでって言っていやシールついてんじゃデザインやから、あれそんなわけないやん俺。そうやろ、そんなお前イベントに出るぜって今から言ってるやつが背中にシールつけて出てくるかいな、びっくりするわ。いたずらかなと思って。エトロじゃない、あれはアクネっていう、アクネスタジオっていうやつやねんけど、それが書いてあるね、アクネスタジオってな書いてある、なんかラバーみたいなやつのワッペンみたいなのがパッてこう入ったんだけど、そうそう見えへんかな、シールついてんねん。まあ言うても俺あれやで、あれだけしかネットでしか買わへんからあれやけど、そんな前まで見てたそのコメ見た、背中にシールついてへんよ。ほんで LINE まで来るってなんやねん、友達が思わず、いやいやデザインやから言うて返したけど、アクネスタジオってな、そう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 、それまあでもそのスタジオスでもせもうスタジオやんか、もうそれは細かいこと言うなお前、グラディエイターですみたいなこと言うてて一緒やんな、もう俺からしたら。そうやろ、そう一緒、それは別にスタジオでええ、もうそれは日本では別にスタジオスやねんとかええ、そんなん。いやいやメイクで描いてもらうな、メイクなんかされしたことないもん。でも俺誰よりもメイクさんと仲いいで、マジでそれだけは俺自信やるもん。天然のメイクさんがいはんねん、ほんまずーっとインディールライブエキスポに来はるメイクさんってその人やねん、その人いつもなんかもう天然の人やねん、天然でなんかポカーっとしてはんねやんか。ほんでそのメイクさん、メイクさんはそのメイクさんは演者さんがいてメイクさんが存在するわけやから、メイクさんとしては一歩引かなみたいな意識を常に持ってはんねんな、そのメイクさんは。ほんだらやっぱ演者がこう歩いてきたらそうチュワッて避けたりとかしはんねん、ほんとその時にめっちゃ見てくんねんやんか、めっちゃ見てじーってめっちゃ見てきはんねん、なんか言うた方がええんかな、お疲れ様ですとか、あ元気してるみたいなことを毎回俺がそれめっちゃ見てくるから言わなあかんから、ほんでそれでこう挨拶してたらすごい仲いいね。まあ何喋るわけでもないんだけどな、自然界に存在する、いや天、そういう意味じゃないやんか、ほら自然界、そういう、もう、まあ、うなぎちゃうんやから、そういうことじゃないやんか。養殖とか天然とか、その養殖のメイクさんって何やねん、逆に。どういうことでややこしになるわ、ほんで、養殖言うて、洋の北食みたいになるやん、それはそれで。もういいとして、バーン今、かかと打ったわ、ほんで、お前、机のこの足で。机の足で かかと言うてんのもややこしいし、ほんで。メイクしたいなーって思ってはいるんよ。あ、逆に。あーこの人メイクした方がいいのになーって思いながら俺を見てるってことすれ違うたびに、そんな失礼なことある、そこまで天然か、逆にそんな失礼なことないやろ。聞いたろうか、次ほんな聞いてみたろう、一回弁当とかで映ってるの見たら肌綺麗に見えんやろ、それもなんかかかってんちゃう、やっぱ綺麗なように見えるようになってんちゃう、あれカメラが。なんかほんでどうもおやめでよろしくお願いしますって言ってる時にカメラの人がさ、ここのカメラ見てください、ここのカメラですよみたいな感じでグッパグッパグッパってしてくれてんだけど、そんなとこ見れる、恥ずかしい、見れへんわそんな。どうも最近 ADHD を始めました、おやめと申します。そんなカメラ目線でそんなよう言わんわお前、そんな教育受けてきてへんわ俺、いつも思うねん。でいつもコメント見てんねん、下のモニターでいつももうずーじーっとコメント見てんねん俺、見えへん、恥ずかしなあ、なんねんな。しっかり見ていく人はしっかり見ていくよね。いい加減なれる？なれるったってな、でもな、なんやろ、どこのカメラで抜かれてるか分からへんけど、この自分のターンみたいな時がいつ来るか分からへんやん。ほんだいたいタービンやっけ？なんか分からへんけど、こう、赤いピカって光るよみたいなカメラが起動してたらな。それがあるやつとないやつがあるね、カメラにも。だからどこか分からへんいつもな、だからいつもコメント見てるわ。今回の人は本番10秒前9876って絶対76なんだ、これ絶対、これ全員
これまず1個言うとくな、今回の人の話じゃないで、これはまず本番が始まりますって1分前でーすってなって、はい、30秒前、15秒前、10、9、8、7、6 7は絶対続く、まずな今回ので、前までこう大体ありうるのはこういうテレビマンあるあるなんは、10秒前って言わへんねや、10秒前って言うねん、なんか10秒前、9、8、7、6やねん、これ普通やん。今回の人は10秒前、9つ、8って言ってんやんか、9つすごいな思って、お9つまで来たか思って、今回いろんな変化が、なん、いや、あれは10秒前っていうのはなんか10秒前が何かに聞き間違えるかららしいけどな、で10秒前にしたらしいってなってるらしい、流れとして、でな、だから別にそっからは9でいいねんけど、9、8、7で、まあ、被ることないと思うんで、まあ、もしかしたら10やと思うかと思ったかな、俺言うとけど7、6、5、4、3、2、1まで喋ってるからね、俺ここまでマジで喋ってるからね、このだから両欄が皆さんこんにちはっていう、そのほんまにもう0って言わへん、ね、でまず2ぐらいからもう言わへんなんで、3ぐらいから言わへんなんでな、で4、3の時まで俺ずっと喋っても、それでも2、1ぐらいまで俺自分の頭で読みながら喋ってるもん、へえ、それは、まあ、大変で、それどこで飲みに行くんですか、皆さんこんにちはみたいな感じで始まってるからね、あれいつもほんまやね、休憩明けとかもほんまにそう、俺直前の直前まで喋ってるから、だから逆にドンさんとか喋れへんまま次行かれてるから、もうドンさんとも喋ってたかも、その直前までドンさんもう喋んねえよって顔で見てたもん、ほんで見てたっていうか下見てたもん、もう喋んねえよ、もう始まんねえからみたいな感じで下見てたもんでも俺そうなんですねみたいな感じで、その普通の話してもおったからと、それでもうギリギリまでずーっと話してる、喋らないでくださいとも言えへんやん、だって3、2って言ってんねん、でもうだから入ってるかもしらんって、もうええか別に入ってても思って、もう喋ってるもん、喋ってて始まったらな、めっちゃおもろいな、それはまあおもろいっていうか、それでも喋ってたらおもろいけどな、ほんな皆さんこんにちはって言った時にもうみたいなことするって、でも目の前にそれ寿司ナンバーありましたよとかって俺言ってたら、それはそれですごいスタートやけどな、俺昨日転げた時全然傷ついてないよ、傷なんかもう全然、その赤くもなってなかったと思う、多分もともとオセロに噛まれたとこが赤かったんちゃう、痛いことなんか全くなかったもん、普通にだってもうつまずいてこけてもうたから T シャツでシューって滑っただけやもん、足いやくねってないくねってない、なんかいや革靴履いてるからさ、なんやろ、そんな踏ん張れへんねんな、横への力が反れるっていうかな、スニーカーやったらこうグニュってなってこう反れる、こうかなんていうの、体のこう右に倒れたらスニーカー自体も右に倒れて踏ん張ってくれるけど、革靴やからもうビタンってそのままもう下にのラバーがギターンってついたらもうそっからずれへんみたいな感じやから、だからそれでケツまずいだけやで、だからもう、でもあれは一応今回はラフな服装で来てくださいって言われたから、あそうなんやと思ってラフな服装で行ったけどね、うん、なんかフォーマルなやつあるやん、いつもなんか授与するとか1位を決めるとか、ああいう時はやっぱちゃんと襟ある服を着た方がええなとは思うんだけど、そうじゃなかったからどんな服にしようかなと思って、毎回そのイベントの度に俺服買ってるからさ、だからどんな服にしようかなと思って、まあでもラフやっていうかちょっと初めてセットアップでも着ようかなぐらいの感じやで、パジャマやったよ、そうパジャマみたいやったやろ、そやもん、もうそんなあれやったもん、出演者陣にはほんまにいかつくなってるんでよくないですねっていうオンパレードやったもんね、ヤンキーにしか見えないですねって言って、オンパレードやった、その意見の、そうですねっていう感じ、俺もほんで、あ古島さんは可愛かったけど、古島さんの着てる服がグロテスクやったよね、なんか五月人形みたいな感じの人形の首が取れて下に落ちてて、首から上の部分にモザイクかかってるみたいな
かなりゴアな服着てきたなと思って。ドンさんの服装は若すぎる。でもまあ一番嬉しかったけどね、でも今回はドンさんに会えたんが、もう何よりもの、ああよかったって、やっぱりいつも的確に突っ込んでくれるし、楽しかったなって思えるあれやったな。そやな、でも今回はそれに尽きるかな。もう俺としてはそんな長いこと喋る時間はなかったけども、でもやっぱりそこの部分がそやな一番嬉しかったし、そのおかげで楽しめた、そんなイベントでしたね。